あれペンタさん、はい、あっちで一人でやるとかっていうのは、いや死ぬ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 ってマジで。何つくんですか今日は。私がチーズフォンデュー、私が、クリームシチュー、ホワイトシチュー。私が何もしないこの人見ると。ホワイトソースも作るんですか今回。いやもちろんルーは使えませんよ。ルー使わないの。オリジナルホワイトシチューなんで。出たオリジナル。オリジナル。いつものやつですね。でもペンタさん玉ねぎ切ってるシーン多いんだよな。多いよね。ひたすら。なでしこさんはまたブロッコリー。またブロッコリー持ってること多いような気がするけど。いやバレた。玉ねぎ切りがちだし。バレた。ブロッコリー持ちがち。バレた。私ブロッコリー好きなんだよ。でもね僕も好きよ。あよかったよかった。じゃあいいね。僕も好きよ。じゃあよかったよかった。ペンタさんは。大好きよ本当か実際好きブロッコリーは今怪しかったぞお母さんに聞いてほしいそうですねあのねめっちゃ気になるのがめっちゃ揺れるんだよねここ押さえますお願いしますそうか今日やることないんだもんねそうなのてかもうここ最近はずっとやることないからさやらせてよなんか確かに言うの気になってますかそうあじゃあ、分かった後でちょっと仕事1個与えてあげるあ後で今じゃない今じゃないくい今この仕事の、ね、1個タコさんウィンナーにしようタコ様ウィンナータコ様ウィンナー私タコさんねえってかさ急になんかねえおばさんみたいな友達んちのお母さんなんよこれ誰にも今のところね共感してもらえてないんだけど、うん、タコさんウィンナーとかイカさんウィンナーにするのと、うん、普通のこういうノーマルな形をやってないさ、うん、こういうノーマルなウィンナー、うん、味一緒ってみんな言うの、うん、味は一緒、うん違うよねって話ってことはさ、うん、目隠しで食べたら分かる分かるんでしょ絶対分かるでしょ一旦タコさんウンナー作ってタコさんなでその後全部タコさんにして、うん、食べてどっちが後からタコさんにしたんでしょうが分かるってことだよね分かる分かるこれやるしかないよねこれやるしかないよね絶対分かるどうした警察警察なんでもないなんでもないですなんでもないですブロッコリー熱っイルトヌキさん、はい、仕事与えていい、どうせ下手取るかけやすいじゃんあのこれを洗って、うん、ヘタを取ってくださいまた洗うのか洗う工程入ってんだけどでこのお水でいいいいよそれでは、はい、ゴー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 兄弟かやばいやばいやばい兄弟ゴー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 めっちゃこぼしてるゴーめっちゃこぼしてるゴー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 でもこれ現れてるよねこれ現れてるさ現れてはいるゴーゴーゴーめちゃくちゃちなみになんですけどはい僕ミニトマト好きじゃないですか確かにミニだ待って一緒なんで買ったんお前らなんで買ったんスーパーで私トマト食べれないけど買うわみたいな雰囲気出しててこいつ何者なんだと思って男気の塊なんかもうだいぶ来てるか来てるよあら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 めっちゃうまそうじゃんで、さらにここでパリじゃんなんつったパリパリじゃんパリじゃんって何フランスパンパリなんですねそうだよねパリとフランスは一緒だよねそうパリとフランスは一緒です一緒ですね一緒っていう言い方は言い方はどうか分かんないけど日本と東京一緒だよねみたいなそうゆうたくくんはい君に仕事を頼むまた洗い物かいや違うここに、はい、鶏の胸肉ともも肉の、はい、このひき肉を、はい、丸めて、はい、鶏肉ボールにしてくれなるほどいくつ1個いやもう1個はでかすぎんだろ1個はでかすぎんだろうがこれぼちぼちなでしこさんのできてきたもうできたっていうかおっゆうたぬき笑顔の練習中でございますもういいですかはいもういいですか、はいはい、よーし食べたい食べたい食べよう食べ食べ食べましょうこれはマジでうまいぞ美味しそうじゃあ移動しますはい、はい、みんな集まってじゃあ食べたい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 いただきますちなみにそれは何これはウインナーだねあウインナータコじゃないウインナータコじゃないウインナーいただきますうまそうあははは最高待て待て最高かよじゃあ私先食べていいいいよ、うん、これねいいよあまいよいやマジかちょっと待ってこれ最高かよもっとこれは贅沢か日本鶏なんとなんだこれは気がついて
うまい。あ、シンプルだったなんか来ると思ったよね。ちょっとまだ考えてなかった。ハメツカサさんもじゃあいただきます。いただきたいです。あ、じゃあたまには俺が。あ、そうね、たまにはね。一番怖え一番危ねえ一番危ないブロッコリーでいい、うん、お肉がいい。お肉ねえわ。ブロッコリー、ちょっと伸びてる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 。いけるかいけるか。うん、うん、よだれ垂れてるよ。また？よだれ垂れてるみたいになってるけど、これは画面には映せない。あ、じゃあやりましょう。なんだい、ナレシコのこのなんだっけ、タコさん VS タコさん VS タコじゃないの、ないやつ。これ本当に違いが分かるのかっていう。目つぶってればいいの、うん、じゃあ一つ目いきます。はい、口開けて。はい、はい、汚くなっちゃった、ごめんじゃあ二つ目口開ける。どうぞ。どっちでしょうか。さあどうだ。これね、うん、後者が、うん、あ、前者が、うん、ノーマルウィンナー。おお、なるほど、うん、さっきのがタコさん。え、何が違った、やっぱりその前者と後者で。なんだろうね、なんかタコがいるんだよねタコがいる。そう、タコがいる。なるほど、うん、あ、なんかタコができたからのが後者ってこと。そうそうそう。あ、あの2つ目に食べたのがタコがいたと。そう、あの、どっちも普通のウィンナーで嘘つき。さて、皆さんそろそろ、はい、乾杯をしませんか毎度おなじみ、遅い、遅めの乾杯。あの、犬たぬきくんが注いでくれるんですかね。おお、珍しい。じゃあコーラいきます。はい、ストップって言って。え、いいの、いいの。あ、ストップ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 ダメダメダメ。じゃあペンとストップって言って。オッケー、ストップ。あ、早い、お前が早い。それはストップって言って。はい、早くして。ストップ。おお、あぶねえ。苦しむの僕なんだよな。それね。じゃあ、インザネキさんのビールは、はい、注いであげた方がいいんじゃないですか、誰か。なでしこ、え、食べ落ちちゃった。おい、チーズ食べ落ちちゃっただろ。バレた。あ、いいね。はい、これこいつの意味を準備した意味。その注ぎ方めちゃくちゃ泡になる。それよこいつ慣れてないな。わざとだよ、泡になる方がいいんでしょ。だって、いや、よくねえよ。なんで、なんかよくさ、3対7、3対7 3… え、いいんじゃない。だって泡見えないじゃん泡見えないじゃん意味がわからん。それでは、はいはい。まあいいね、このマグカップ、いい、素晴らしい。新しいテントとタープに。つかさん大丈夫か、それテント危ない、壊れないか。新しいテントとタープに乾杯。あと俺のテント。あー、うま。頑張って作りましたもんね。頑張って作った。一回向こうで寝てみたいよね。一回ちょっと試してみたい死ぬギリギリまで行ってみたい、うん、ここで、なんとギリシャヨーグルトパルテノこいつを入れていきます。今日はギリシャですか。今日はギリシャ風ギリシャ風、うん、豆腐、ホワイトシチュー。そう、豆腐。そのうち世界一周しそうだな確かに徐々にアジアの方に近づいてきて、近づいてきてこれを隠し味で入れていきます。なるほど。これを問題どのぐらい入れるかなんだよな。隠し味でしょ。そう、隠してよ、ちゃんと。隠すか。全部入れちゃえよ。悪魔の声が聞こえる。隠してよ、ちゃんと。なんで全部入れないの。動画的には全部入れた方が絶対面白いに決まってるでも失敗するビジョンが見える。全部入れたら美味しくなくなっちゃうよ。天使のペンティ全部入れた方がおもろいって悪魔のペンティ俺はその中央を取る。余ったのはどうするんですか。後ほどスタッフが美味しくいただきましたになります。これはでも普通のヨーグルトでしょこれ。そう、うん、美味しい。食べます。無糖ヨーグルトですね無糖だったら全部入れてもいいんじゃない。確かに。はい、悪魔が勝ちました。オープンザプライス、開けますよ。1、10、100、1000、10万、100万、1000万、1億。
これ1億1億のギリシャホワイトシチューです。あー美味しそう。この料理のポイントはどこですか？ポイントはやっぱり隠し味で使ったあのパルテナですね。パルテノ、パルテノだっけ、パルテノ、パルテノか、パルテノ、あれヨーグルト、あれでクリーミーさを測ったんですが、はい、いまいちクリーミーにはなりませんでした。結構スープだよね。これスープですね。まあホワイトスープですね。ホワイトスープですね。料理名変えよう。ギリシャ風ホワイトスープ。ね、ルーとかの元になるその小麦粉的なものないですね。そう、小麦粉ない。それね、だからじゃね、小麦粉入れるけど、なんだ、ヒントナイス。何そのためのそれじゃん。きたか、こいつ。え、こいつは隠し味なんだけど。なんだ隠し味じゃねえ。最終手段だったんだこいつは。山梨の殿下の宝刀、宝刀です。殿下の宝刀だけに。殿下の宝刀だけにね。よし行くぞ、あとには引けんぞ。やりましょう。まあ、まずくなることは絶対ない。いけ、いける。殿下の宝刀、なんかカルボナーラに見えてきた。カルボナーラに料理名変えるか。ギリシャ風カルボナーラ、ギリシャ風ホワイトカルボナーラ、かっこ宝刀エディション。あ、宝刀エディション。なでしこ、お玉を取ってくれ。お玉、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 お玉を食べると死ぬ。食べていいよ。いいんですか。食べてくれ。いいんですか。いただきます。はい。あっか。うん。いただきます。これね、あり。濃厚。濃厚になった。うん。うまい。これ冒頭エディション正解だわ。大正解。うまい。むしろこのためにサラサラしてたんじゃないかと思わせるぐらい。本当にそういう感じでしたね。そういう感じ。これたとえ考えてたけど出てこなかったし。今なんか考えてる顔してんな。宝刀が効いてるな。宝刀効いてる。宝刀といったらテントさんですよね。まあもちろんね、宝刀といえば僕ですよ。そこで宝刀エピソードがあるということなので。出た無茶ぶり。無茶ぶりもほどなんだろう。なんかこの前私の親戚の、はい、外人の人がいるんですけど、はい、その人がなんかあの山梨の美味しい宝刀屋さんにご飯食べたらしいんですよ、はい、宝刀ね、はい、で宝刀食べた時に、うん、なんかあの放った一言がちょっと面白くて、うん、Oh, it's 宝刀。自らの場所に帰っていった。彼はコールドである。